東日本大震災の発生とともに福島第一原発事故の発生から間もなく7年を迎えることになります。福島県内の川で目に見える大きさの放射性物質の粒が確認されていたことが分かりました。セシウムボールと呼ばれるこの粒子、その正体は一体何なのでしょうか。東京大学で行われていたある物質を探す作業。見つかったのは肉眼でもわずかに見える小さな粒でした。拡大して見てみるとガラス質の物体の姿が現れました。実はこれ、福島第一原発の半径5キロ圏内にある土から見つかったセシウムボールです。溶岩のようなもの、丸いもの、細長いものなど形は様々です。原発事故では大量の放射性セシウムが放出されました。セシウムは水に溶けやすく、環境中で徐々に薄まっていくと考えられていました。しかし2013年、研究者も想定外の水に溶けにくいセシウムが粒子の形で見つかったのです。最初に丸い形をしていたことからセシウムボールと呼ばれています。これは唯一多分今日のサンプル、ここにあるサンプルの中で肉眼で見えるんじゃないか。針の先のような極めて小さい粒。セシウムボールは水に溶けにくいことから、これまでのセシウムより環境中にとどまりやすいのではないかと懸念されています。主に福島県内の土から発見されていました。さらに取材を進めると、去年東京大学の研究チームが福島県北部の川でもセシウムボールを確認したことが新たに分かりました。見つかったセシウムボールは100リットルの水の中に一粒見つかるかどうかとごくわずかです。予想としてはその微粒子はそのまま河口を流れて、まあ海まで到達している可能性が高い。周辺環境への影響は少ないと見られていますが、水に溶けないまま土から川に移動していると見られています。どういうプロセスで、どういう形態で流れるということを知らないと、本当の正しい予測にはつながらない。事故が起きたらどういうことが起きるのかということをなるべく調べてお知らせするというのが、まあ、我々の義務。溶けにくいセシウムボール、人への影響を考える上で気になるデータがあります。それは事故の対応に当たったある東京電力社員のセシウムの被曝線量です。健康に深刻な影響をもたらすことは考えにくいとされる値ですが、最初の700日までは一定の速さで減るものの、その後減るスピードが遅くなっていることが分かります。他の複数の社員にも同じ傾向が見られ、セシウムボールによる内部被曝があったのか調べています。研究者は長期的な調査が必要だと話します。それがずっとそこに続けるとどうなのかと、それがどのくらい取り込まれたのかってことはまだ分かっていないので、引き続き調査してみる、調査していく必要はあると思うんですけれども。過去の原発事故では見つからなかったセシウムボール、形成過程についての分析は始まったばかりで、東京電力も情報を集め分析を進めています。